今日のゲストの西田ひかるさんなんです。は今ボーイフレンドはいないのですが、恋愛について伺いたいということです。うん、18歳ね、燃える恋をしますね。あら18歳今ひかるさんいくつでしたっけ。今16で今年の8月に17になるんですよ。じゃああと1年ぐらいですね。燃えますよ。そうですか。もうパチパチに燃えますよ。でもそれでね、うん、11歳の時にね、守護霊が交代しまして、守護霊の交代っていうのは環境が変化して頑張るぞと思った頃、環境が随分変化したと思うんです11歳ね。その時にバッと守護霊が交代して、なんか自分でも変化したなと思って、その11歳のあなたが今日まで続いてるんです。16歳までそれが燃える恋をきっかけにして、また新しい守護霊さんが交代する。それでまあ本当に大人になるんでしょうけどね。で24ぐらいで ある人と巡り合って、結婚するでしょうね。25から新しい生活、結婚生活ね。25でも結婚生活スタート、24でして、25から新しい生活が、全然今とはちょっと違う感じの生活が始まると思いますよ。どうですか、ご自分ではいくつで結婚したいとかもう考えてます？そうですね、やっぱり25歳ぐらいか28歳ぐらいにしたいなと思ってましたね。うーん、どういう方がお望みのタイプですか？そうですね、なんかすごくなんか頼れて、なんかわがままなんで、なんかそれをなんかなんていうのかな、お父さんみたいにちょっと聞いてくれるような人がいいですね。なんか今わかんないですけどね、よくまだね先生そういう方と巡り合えるんでしょうか？どっちかっていうと年下の方じゃないですかね、巡り合う人は。だけど中身が本当に早く成熟してね、若いのにしっかりした人ですよ多分。そうなんですか。ということはね、才能があるから、そのタレントズ面ですよ。だからあっと思って惹かれるのね。そういうお父さんみたいな人ってのは耐用年数が短いからね、すぐに老けちゃうからね。若いけども中身が老成してて元気な方がよろしいから。そうですね、はあ、限定なさらない方がいいですよ。じゃあその時は新しい生活が始まるということで、お仕事の方はどうぞ。まあ半減以下にはなるでしょうけどね、ある程度はできると思いますよ。だから若いけどガッツな人が結局最終的にあなたが求めてる人だと思うんですね。そうですね、やっぱりでもそんな感じですね、なんとなく。お仕事はずっと続けたいとか、そういう希望ですか？そうですね、でもなんか例えば結婚してで家族なんか入っていくと、なんか変わりそうな気もしないでもないんですよね、なんとなく。まあ1年ぐらいは変わるでしょうけど、2年目からはまた従来のようになさるんじゃないですか。ああ、それはあります、ね、変わりそうでほとんど変わらないでしょう。あ、そうですか。先生はひかるちゃんは何だったの？名古屋のね、なんていうのか、豪商、商人ですか、はい、大きな貿易とかいろんなことしてた、お殿様のところに出入りしたような、清少みたいなね、人の奥様です。私はずっとね、なんか愛着が湧いてたね時代ってのはルネサンス時代なんですよ、ちょうど、なんか自分はなんかそうだったのかなとか時々小さい頃思ってたんですけど、違いますね。違う、日本人です。その頃の誰か特に特定の人に憧れているとか興味があるとか、そういうことがあるんですか？いや、ルネサンスの、なんとなく学校で勉強するとすごく一番好きなんですよ、それだけなんですけど。それは守護霊さんがね、外国人だったからですよ。守護霊の方も外国人ですよ。11歳から交代したのが外国人、イギリス人ですよ。いやー、なんか不思議。18歳まではイギリス人の、11歳からずっと導いてきた180センチぐらいの大きな人ですけどね、金髪の。面白いですね。で18歳からはポンと変わって、今度は日本の武士に変わる。いいですね、なんかそれからが自分の本当のその魂のね、中身の表現が出てくる時ですよ。人間関係もガラッと変化するし、自分っていうのもまた変化したなと思いますね。
でもで、ね、とても順調だね。順調です。72、3までなんかかんかって言ってお仕事になってあのゆっくりしようかと思っても周囲がもうバタ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 ずっとバタ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 してる生活じゃないですか。それなりにじゃあやりがいはありますしね。いいですね。ねえ、よかったですね。なんか安心しました、これからの生活が。でも18歳ぐらいで熱烈な恋愛をしそうですから。ねえ、あと1年ちょっとで。ね。なんかその時のやつでもなんか意識しすぎちゃってなんか見逃しちゃいそうですね。あ、そういうことはないよ。やっぱりチャンスはいい巡り合いはね、なるべく大事にしてほしいと思います。そうそう。ね。はい、楽しみにしていますからね。はい。はい。